スターダムチャンネル始まりました。今日はなんと新日本プロレスの矢野徹選手とコラボということでよろしくお願いします。はい、はい、どうも新日本プロレスの、はい、矢野徹です。お願いします。まあ私と矢野選手の共通点、共通点、はい、ヒムカのクロマ、もちろんこれですね。そう、こちら、ね、一緒にねコラボして、 ありがとうございます。はい、いうことですね。はい、とあとはもう矢野さんといえば主語、はい、新日本プロレス 1だと思うんですけどね、の主語、はい、で私はスターダム1の主語ということで、今日はなんと矢野選手にあのお酒に合うおつまみを作っていただこうかなと思っております。はい、あ、僕がですね、はい、矢野さんが私に教えてください。あ、教える形で、はい、あ、分かりました。もう僕はあのこの美味しい生活って本も出して、おこれレシピのこうね、いろんなレシピを、うわーすごい、はい、全部作ったっていうの実績もありますから、おもう、はい、じゃあもうおつまみなんてちゃちゃってできますよね。ちゃちゃも期待してもらって大丈夫です楽しみにしてます。はい、お願いします。はい、ぜひお願いします。スターダム、まずじゃあ飲みますとりあえず飲みましょう、はい、あの喉乾いてて。じゃあマイカさんボトル、 ありがとうございます。どのぐらい入れて大丈夫なんですか、スターダム1の主語は。もう適当で大丈夫です普通で大丈夫ですか、はい、まあですね、この前撮影でお会いしたのとぐらいですもんね。そうですね、はい、あの時もでも結構飲んでました。あ、飲んでましたね。なんかあの撮影の前日入りで、前日に打ち上げってですか、なんて、ね、そうですね、はい、なんか前夜祭みたいな、前夜祭みたいなのがあってで、二日酔いで撮影してました。あ、そう、はい、いやなんか撮影の雰囲気がどっちかというと僕はポップな明るい感じで、でマイカ選手の方はこうしっとりとした、なんかわかります、はい、そういう感じだったんで、ずっとこうしっとりされてるのかと思ったら二日酔いだったんですね。二日酔いでした、すいません、 、はい、ありがとうございます。じゃあすいません、はい、ありがとうございます。乾杯、お願いします。いただきます。いただきます。あ、いいですね。おいしい。じゃあ一つ目いいですか。はい、お皿があった方がいいですもんね。ああ、ありがとうございます。別にお皿もお箸も使わないんですけど。え、そうなんですか。はい、まずコンビーフ。コンビーフ、はい、あ、これですね。はい、はい、これ僕にもつけて。あ、すいませんすいませんすいません、はい、これを開けます。はい、開けます、はい、これもフィルムも、はい、開けます。外してはいえ、コンビーフってこんな感じなんだ。あ、コンビーフ食べたことないですか。わかんないです。え、スパムみたいな感じですか。あ、そうです、そうです。スパムとはちょっと違うんです。あれはまあハムじゃないですか。はい、それなんかこのコンビーフはもっとこうツナみたいな。あ、そう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 、そう。昔はこうやってこういう回して開けるの知らないですか。え、回して開けるやつ。はい、ここにこうなんもう分かんない人には無理ですね、こう説明がこうやって帯みたくなってて、はい、まあ、切れ目が入ってるんですよ。はい、でそこにこうピッてこうちょっとだけこう鉄のこう先っちょが出てて、はい、そこに穴みたいに刺して、でそれをぐるぐるぐるって回す開く缶詰だったんですよ。へー。で今はこのパウチの技術が進化して、はい、こういうんでもこう長持ちするようになったっていう、いらない知識が入ってますで、はい、これを置きます。置きます。でマヨネーズを、マヨネーズ、はい、はい、どうぞ。で僕が先にお手本で、はい、こうこう、はい、こうやってかける、はい、こう、はい、こんぐらい、はい、はい、で終わりです。終わり、これで終わり。ちょっと騙されたと思って。え、私初めての多分コンビーフコンビーフ初めてですか。だと思います。コンビーフ食べれないってなっちゃうとあれなんですけど、この端っこの方から、はい、このぐらいですねこうマヨネーズを もらいながらこれ料理ですかこれ立派な料理ですよ本当ですか。でこれパクッと端っこの方から、はい、マヨネーズちょっとこうもらいながらですね。あ、すごい。肉好きですよね。肉大好きです。あ、もうならいける。何でも大好きです。はい、うーん、ほら、おいしい。めちゃめちゃ美味しいんですよ、うん、でこれを飲むと、うん、ふん、ベストマッチですね。これいいですねベストマッチです本当にめっちゃおいしい。おいしいですよね。いいですね、これは楽ちんですね。いや、これねバカにするんですけど、みんなおいしいんですよこれ。僕これ学生時代小腹が空いた子食べてたんですから、僕のおやつですかこれ。ね、じゃあもう昔から食べてたんですか。そうですよ、これもこれであんまり強くなった。スターダム、もう一品ぐらいありますか。あ、
もう一品、はい、いいんですか。はいはい、もう全然ありがとうございます。海苔だ、海苔、はい、一つずつこれ、こうですね。はい、はい、こういうこと合ってます。こっちは本当に日本酒とかも合うし、はい、和のものに全体に合うと思います。この料理はでちょっとこうおしゃれに扇形に、おしゃれ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 に、これがおしゃれなかどうかわかんないですけどね。海苔をおしゃれに、はい、こうこんな、はい、こう並べられてなるほどなるほど、何言ってんだろうですね。すいませんすいません。こんな感じですね。それでですね、あのチューブの梅あるじゃないですか。チューブの梅、はい、これですか。はい、はい、これをあと、はい、ここにこれをここに、はい、こう、はい、はい、終わりです。終わり、はい、え、これどうやって食べるんですか。海苔、いや、これをだから、これはだからもうフィンガーフードなんで、手でこう取って、はい、でこう薄くもらいながらいや、このぐらいですよ。梅を薄くもらって、はい、一口で食べる、はい、いや多分美味しいと思うんですけど扇形にする必要なかったですよね。これナイスいや、ちょっと、いや一応なんか入れ巻くのかなとか思っちゃった。こういう感じ。あんまりつけすぎると、あ、めっちゃついちゃった。つけすぎだと思いますね。これもうあの、そうこんな感じ。はい。パクッと。でこう焼酎を飲むと。開いちゃいましたから、ご飯がいっぱい。どうですか。うん。海苔と梅って感じで美味しいですよね。美味しいです、はい、あのすごい無理やり言わせてるんですけど、これは僕実際はあれなんですよ、もう本当1枚の海苔あるじゃないですか、大きいやつ、はい、あれにこうもう梅ペッて塗って畳んで食べてたんですよ。え、学生の頃ですか。はい、子供の時から。へー、これとこれで育った。そうですね。これとこれで育ったってそんなで絶対でかくなんねんだろうね。でも本当にお酒に合う味たちなので。合いますよね。合いますね、はい、美味しい。いや、これには感動したな。コーンビーフ、こんなことやる人多分いないと思うんですけど、これやってほしいですよ。おすすめで、おすすめで、洗い物がないっていうのがいい。そうそうそう、めんどくさいですよね、洗い物するって。洗い物はめんどくさいですね、はい、洗い物を料理作って先にやってから食べるか、食べてから洗うか問題ってあるじゃないですか、うんうん、難しい問題ですよね、これね。台所が汚いのって嫌な人もいるじゃないですか。汚いっていうか、まあ、置いてあるのが嫌な人っているから、とその熱いものを熱いうちに食べたい人のこの争いだと思ってるんで争いが、争いじゃないですか、そうですね、確かに、はい、あんまりこれ以上言ってもなんか広がりそうじゃないですか。料理は普段、なんか、あ、ありがとうございます。料理はしたりしなかったりです。 でもあまりでも好きじゃないです。あ、やること自体、はい、でもなんかご飯食べないと生きていけないから作ります。やらなきゃな、やらなきゃダメだなって。あ、僕結構料理やるんですよ。あ、でも料理嫌いな、片付け嫌いなのもあるっすよね。僕もそれもあるんで、なんか料理すると必ず片付けがついてくるから、その外食もそんなに好きじゃなくて、ええ、家でのお酒飲む時はもう自分に合った味付けができるじゃないですか。あ、だから分かります、分かります、はいはいはい、あ、じゃあこれもいいじゃないですか。もうこれ採用、即採用、もう即採用で今日からやりたいと思います。、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まだなんかありますけど、これ、私もちょっと考えてきまして、はい、おつまみを、はい、はい、でも私あんまり切りたくないので切ってもらっていいですか。私あんまり料理あんまりしないじゃないですか。料理しますよね。 しますね、はい、適当に5ミリ程度、5ミリ程度、ちょっと細切り、ちょい生ハム多めの方が美味しい感じがしました。じゃあこれぐらいでいい、はい、ちょっと僕はな何ですか、何ですか。